桜。Oh,
皆さん、改めましてこんにちは、キミカです。ありがとうございます。ちょっと第2回戦ということで30分だけやっていきたいと思います。今小袋さんの曲やったんですけど、さっきディズニーの曲もう1曲だけ、そういえば言われてたの忘れとって、ちょっと英語の曲ではあるんですけど、実写版のアラジンの中からこの曲を1曲歌いたいと思います。ぜひ歌聴いていいなと思ったら8月1日の ZEP 新宿会いに来てください。スピーチレス。Here comes the wave, Miss Wash away. A tide that is taking me under. Swallowing sand like we're not in the sea. My posture now in the thunder. But I won't cry. I won't cry to crumble. Whenever they try to shut me up.ということで、今ライブさせていただいてます。8月1日 ZEP 新宿でのライブのために今向け長いちゃった、ライブをしておりますので、もしいいなと思ったらぜひ1曲でも立ち止まって聴いていただけたらなと思います。じゃあ、何動画に残しときたい曲ありますか？もうね、愛の形は死ぬほど歌ってるからね、ちょっともう一回ちょっと一回して、もうね、毎回歌ってんの、路上ライブで。何？フィットに？じゃあ、エンダーやるか。
I will always love you. じゃあボディーガーズの曲ですね。いってみましょう。すごい渋い曲が聞こえてくる。Love you.
とうございます。ありがとう。改めましてこんにちは、キミカと言います。今日初めましての方も多いと思いますけれども、TikTok、Instagram、YouTube で今ちょっとずつ再生回数回っております。8月1日の ZEP 新宿1000人満員埋めるために、今日から全国22箇所、回っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ日本語の曲も歌っていこうと思うんですけど、さっきリクエストしたかったけどできなかったよって方います？あ、もういない。あ、はい、ここにしか咲かない花。ありがとうございます。ここにしか咲かない花。じゃあこれは、あ、6個もあげてたんだ。ちょっと光が反射して絶妙よ。では聞いてください。ここにしか咲かない花。何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所。空の色を映し出した寂しさ隠せずにいるなら、一人になればいい。ささやくほどの声で呼んでるのは、いつも同じ名前。あの優しかった場所は今でも変わらずに僕を待ってくれていますが、最後まで笑顔で何度も振り返り、遠ざかる姿に唇噛みしめた。今はこみ上げる石爆の想いに、とろんな世界を動ってくれる指先を待っている。よかったら一曲だけでも聴いててください。キミカです。よろしくお願いします。光に気づくだろう。
ここに生きている証を刻むよ。いつ過去の涙も石爆の想いも忘れ去られそうな時代の傷跡も三千と輝く明け物の中に風が運んで星に変わる。ありがとうございます。ここにしか咲かない花という曲でした。ありがとうございました。すごい、だんだん街がにぎわってきましたねそれでは じゃあ私阿部真央ちゃんという方が好きなんですけど、なんかあの彼女はすごいこれストリートとかライブハウスとかいっぱい経験して、なんかすごい高校生ぐらいの時から頑張ってたアーティストさんなんですけど、すごい憧れてて、なんか何度何度くじけそうになってもこう負けずに戦う姿が自分の中でも憧れになってるので、彼女の曲ですごい好きな曲があります。この曲を皆さんに歌いたいなって思うので、ぜひ知らなくてもよかったらこの曲聴いてください。這い上がれマイウェイという曲です。Amen.
曲、じゃあリクエストありますか？ラスト1曲何が聞きたい？はい、あなたがいるだけで、あなたがいるだけで、あなたがいることで、あれ、あなたがいるだけでだっけ、ウル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 、オッケー、あなたがいることで、オッケー。じゃあこれが本当のラスト曲になります。8月1日 ZEP 新宿、よかったら皆さん会いに来てください。 SNS でもたくさん載ってると思います。KIMIKA キミカでぜひチェックしてください。じゃあラストの曲です。あなたがいることで、信じることが怖くなって。
という曲でした。皆さん本当にありがとうございます。キミカでした。8月1日ゼップ新宿1000人、必ず集めたいと思います。いいなと思ったらぜひ、SNS だけでもチェックしていただけたらなと思います。本当に皆さん今日はありがとうございました。